そうそうそう。そしたら22号分から一遍行っときましょうかね。せっかく来たんで。円墳。総円墳。ああ、片っ端変えられるんですね。直径10分に西行きましょう。持ち上げられるというよりも傾いてるんだよ、これはな。中入ってみようか。いやー、なんかやっぱり怖いね。これ今にもこれ、あ、ここは持ち遅れになってんな。ああ、高さが2メーターちょっとしかないかね。おお、天井席はないけど、これが39号分。ちょっと小ぶりでございますが、そうでないんやね。もう崩れたんだよな、手前が。これね、これちょっとね、崩れかけてるんですよ、ここは。39号分か。あら、崩れてんか。これが山形38号分。もうね、周りの石ももうないですわ。はい、ダメね。ここは5分も書いてないね。あのね、これが双方。東大阪市郷土博物館。常設展示場資料館がね、東大阪市埋蔵文化財収蔵庫でございましたか。これが大きなんだな、何5分かね。これ12号分やったっけ、帰んないね。これ大きいね。手前はどうかね。石なくなってるか。おお、これは綺麗だぞ。この組み方は綺麗な組み方してるね。こんなど真ん中であるのかいね。びっくりしたね。1日3枚か。一応ね、持ち遅れでちょっとやっぱ怖いか。随分かませてあるね。袖なし。もう大きいね。幅がどれぐらいあるんだろう。幅が1メーター50、高さ一番高いところで2メーター50ぐらいあるか。2メーター50。この入り口のやつが1メーター560とか。もうこんな山歩きもすぐ横に見れるのかね。びっくりしたね。これが12号分やったかね。それからね、2号分に行きたいんだけどね。これもね、すげえなんだけど。どうなんだろうこれ。あら、大きいね。大きいんやけど、なんかいろんなやつが入ってるね。奥行きが6、7メートルあるか。ちょっと入られんな、これは。危ないね。ガラクサいっぱい中放り込んであるね。結構大きいぞ、これも。大喜利使ってくれるんだろう。いやー、もうちょっと早く見えた。もうちょっと早く見えたね。なんか建てかけてあるから見えんな。はあ、残念ですね。高さが2メーター2、30あるかね。それはないんか、これ。
それわからんな。それなしやね。それなしでございます。戻されすぎてあるからびっくりするね。それでね、どこだろう。2、5分は。これか。ちょっと違うかな。もっと上行ってるわ。あら、行きませんか。あのビューカーが、あのビューカー行けんかな。左なんか行けそうな雰囲気がいそうだろうね。人を歩いた跡が見当たらんね。なんかここにありそうやけど見当たらんかね。全然見当たらんね。残念でございますか。この辺にある方の雰囲気ではあるんですけどね。ここは入れば、ここ石あるだろう。ここにあんねんけど、石はね。わからんか。こんなところで電波来てないのかね。残念やね。山畑2号本がダメですね。全く動かんがね。こんな建物の横にどういうこっちゃ。見当たらんか。残念でございましたね。見当たりませんわ。はい、待機は来るでしょう。見当たりません。どこ行くんでしょうな、この山道は。お、サボテンや。サボテンや。全然行かないか。いやー、この奥に一軒2号本があるはずなんだけどね。見当たらんね。あ、ここにほら、5本が。やっぱりこのタンクの裏やわ。入るとこなかんな。わからへんな。48号本。これを見たかったよな。情報円本寺やぞ。残念だよ。
これ何5分ですか。これが25分。書いてないか分からんけど25分ですかね。残念でした。これ大きいな。これ入りましたけど。はい、山形古墳群でございました。ありがとうございました。ちょっとね、2号墳見れなかったのが残念やったけどね。はい、また来ます。ありがとうございます。今日は葬儀あかんもんな、今日の通りでは。はい、ありがとうございました。ここは共同博物館でございます。